九州の福岡から参りましたベストオフィスクリエーションです。よろしくお願いします。それでは今から3人のこだわりを発表させていただきます。1人目は礼節、2人目は笑顔、3人目は分かりやすく伝えるです。それでは1番バッター、半年で16キロの減量に成功した継続の鬼、松永宇一郎です。はい、皆さんこんにちは。そしてエンジョイ様です。ありがとうございます。九州では1名だったんですが、5名ほど影をかけていただいてありがとうございます。はい、そんな私はですね、パソコンやコピー機の技術サポートを軸に、オフィスの相談事を解決するオフィスコンシェルジュを目指している松永宇一郎です。私のこだわりは礼節を表現した最後の一礼です。礼節とは敬意を払い感謝をすることです。こだわりのきっかけとなったのは13年前の前職で、先輩との一般家庭への同行訪問でした。お客様の水回りのクレームの対応を行い、お客様先を出た時のことでした。先輩がお客様の玄関の前で一礼をされていたんです。その理由を尋ねました。すると先輩は、お叱りを受けた時も良かった時もそのご縁に感謝する、またお客様を守ってくれている家に対しても感謝をする、その一念を礼に込めていると聞いた時に、私に足らないものはこれだと気づかせていただいた瞬間でした。皆さん、この一例ですが、日本人の持っているとっても大切な文化だと思いませんか。私は忘れてはいけない大事なことだと思います。弊社で大切にしているすべての人に対してお役に立ちたいというマインドが根幹としてあります。感謝する心からでしかできないことです。この私が先輩から学んだように、私と同行して最後の一例を学び取り入れてくれる後輩ができてきました。たまたま担当する幼稚園の玄関先を出た時です。お客様先の防犯カメラがその場を捉えていたようで、先生から今時珍しいね、真面目で誠実な人に見えたよと、その一言でお客様との距離がぐっと近くなったようです。その話を聞いて、私は継続してやってよかったなというふうに感じた瞬間でした。私も13年継続させるために座右の銘として初心忘れるべからずがあります。これは経験から来るおごりをなくすため心の拠り所としています。クレーム対応や提案など行うとき、以前の経験から基本を守らず行うと必ずと言っていいほどうまくいきません。だからこそ私は基本を忘れずおごり高ぶる心をこの一例に込め、日本の道、礼に始まり礼に終わる、礼道を極めるために人に物に感謝を忘れず、日々一件一件礼を尽くしてまいります。最後の一礼、これが私のこだわりです。ありがとうございました。次はエンジェルスマイル畑島咲です。はい、はい、
私は経理業務を担当している畑島正樹です。私のこだわりは笑顔です。お客様だけでなく対応するすべての方へ笑顔で対応することを心がけています。笑顔を意識するようになったのは入社当時のある出来事がきっかけです。業務を覚えるのに必死で目の前の仕事をこなすことに精一杯だったとき、来社されたお客様より声をかけていただきました。笑顔がいいね、ファンになるよと言っていただいたのです。意識をしていなかったのに自然と笑顔を作ることができたのは、どんな時でも笑顔で支えてくれた母の影響が大きくあると思います。この出来事がきっかけで私もお客様へ元気を与えることができているのだと自信を持つことができ、より積極的にお客様、社員様と関わるようになりました。また来社されるお客様だけでなく電話対応も大事な私の業務です。心からお客様の要望にお答えしたいという気持ちがあるのですが、姿が見えず表情が分からないため、不安な気持ちになりがちでした。しかし持ち前の笑顔で対応することにより自然と声のトーンが上がり、自分の中にあった不安がなくなりました。心なしかお客様の声も明るく温かさを感じました。ある時会社に戻ってきた社員さんより、今日訪問したお客様からこんな言葉をいただいたということでお話をいただきました。電話に出られる畑島さんという方の対応がとても明るく清々しい気持ちになれたと言葉をいただきました。また一緒に働くベストの社員さんからは、畑島さんが笑顔でお客様対応をしてくれているから仕事がしやすい、一人で仕事をしているのではない、チームベストとして支えられていると感じると話してくれました。私のこだわりがお客様と社員さんをの関係をより良い方へと進む手助けができている、チームベストの一員としてお役立ちできていると感じました。これからも一つ一つの業務に誇りを持ち、来社されたお客様、電話をくださったお客様により良い環境を提供できるよう笑顔を絶やさず精進してまいります。次はこだわりの塊、出先です。私はオフィスのリニューアルや移転時にレイアウトや整理整頓の仕組みをご提案させていただいております、出先です。私のこだわりは分かりやすく伝えるということです。私たちはつい自分視点で物事を考えがちですが、やはりお客様視点で考えていくことが大切ですよね。オフィスのレイアウトをご提案する中で、さまざまな専門用語が出てきます。私たちは当たり前に日頃使っているので、何が専門用語なのか、何が当たり前なのか、わからなくなってしまいます。専門用語を使い、お客様とお話をしていると、話が半分わからない状態で進んでしまい、本当にお客様がこういうオフィスにしたい、こういう事務所で働きたいという思いを話半分で進めてしまい、本当にお客様の思っているオフィス作りができないと私は感じています。例えばオフィスのレイアウトの図面のご説明を行うときに、通路が1400ですと言っても、それがお客様にとって広いのか狭いのか全くイメージが湧きませんよね。そんな時、私は通路の幅は140センチです、人の肩幅は約60センチありますので、人が2人すれ違うのに余裕ですれ違える幅ですとお伝えしております。またそのようなことを社内でも皆と共有しており、お客様と出会う時だけではなく資料作りの面でもどうしたら分かりやすくなるかなと工夫をしております。図面に人の絵を入れて分かりやすく伝えたり、図面上に
そのレイアウトのポイントを記入してお客さんに分かりやすく説明したり、カタログとお見積書、レイアウト図面に共通の番号を振って分かりやすく伝えるように心がけています。お客様とお話をする中、そしてご提案していく準備の段階で何が本当に分かりやすいのかということを社員みんなと日々勉強しております。我が社の経営理念に快適なオフィス環境を提供するという言葉があります。快適なオフィス環境とはを提供するには、お客様自身としっかりと話をし、コミュニケーションを取り、そこで働く社員さん、現場に出られる社員さん、経営者の方の思いをしっかり自分自身が聞いて、それを解決するご提案をしていくことが必要です。その中で言葉がすれ違い、専門用語を使ってしまうと、お客さんの思いと私たちの思いがどうしてもずれてしまいます。そうした思いから、私のこだわりは分かりやすく伝えるということを心がけております。以上で3名のこだわりを聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。松永は礼節を表現した最後の一礼、畑島は笑顔、出先は分かりやすく伝えるということでした。この3名には共通して誠実でありたいという思いがあります。そこには先代から受け継がれているお客様のお役に立ちたいというマインドが私たちの中にあります。このマインド、こだわりを後世に伝えていくことが私たちの使命ではないかと感じております。ゲストオフィスクリエーションの皆さんでした。ありがとうございました。